続いては最近気になる耳寄りの情報をお伝えします。耳寄りのコーナーです。先ほどの吉徳プレゼンターのコーナーではさつまいもの話題をお伝えしましたが、このコーナーでも秋の味覚の話題をお伝えしていきます。絶品スイーツご紹介します。お店は宮崎市小松台にある小松フランス焼き菓子研究所です。ちょっと変わった珍しい名前ですよね。可愛いお店なんですよ。扉を開けますと目の前には美味しそうなお菓子がずらり。9坪ほどのこじんまりとした店内には甘い香りが広がっています。こちらを手掛けるのはオーナーパティシエの小松秀信さんです。フランスやベルギーで修行を積み、県の内外の有名ホテルやパティスリーで活躍。4年前ふるさと宮崎でこのお店をオープンしました。フランスの焼き菓子というのは非常に素朴で味わいが深いんですね。うちでは伝統菓子とか地方菓子を主に使ってます。映えるケーキではないんですね。食べた時にフルーツの香りだとかその素材の良さを最大限に生かすように焼き上げております。そんな小松さんが手掛けるフランス菓子はおよそ30種類。中でも今の時期おすすめなのがこちらです。リンゴのオープンパイ、テイザンヌです。サクサクのパイ生地にアーモンド生地とくるみ、そして青森県産のフレッシュなリンゴを乗せて香ばしく焼き上げています。そして秋の味覚といえば栗ですよね。うちの一押しといえば人気のあるマロンパイです。毎年マロンパイを目当てに来られるお客さんが多く、関西のパティスリーの重鎮も美味しいと絶賛された商品です。この日も朝からマロンパイを買い求めるお客さんが多く、連日お昼過ぎには完売するという大人気商品です。当店のこだわった秋のスイーツ、ぜひご賞味ください。はい、こちらのお店ね、コオロギさん大好きということで、はい、大好きなお店の一つですけれども、やっぱり今の季節は栗のスイーツ食べたいですね。はい、ということでスタジオにたくさんご用意しております、はい、まず大人気の VTR でもご紹介しましたこのマロンパイ、ご用意してます。ロッカさんどうぞ、はい、お召し上がりください。マロンパイ、ね、ちょうどいいサイズ感ですね。はい、でも結構重量感がある。いい音がして、サクサクだ。生地はサクサク、でこの中にね入ってる栗がホクホクで、あ、おいしい。おいしい。そうなんですよ、和栗の渋皮煮が丸ごと1個ゴロッと入っておりまして、パイ生地も本当に音でも伝わるぐらいパリパリでしたよね。これ人気なのがね、うなずけます。なんかよく売り切れるらしいですよ、本当。さっきの VTR でも1人で、ね、4つ、5つぐらい買ってらっしゃってましたね。買っちゃう、ストックで買いたい。人気ということで、そしてこの大人気のマロンパイを手軽にワンハンドで楽しめるようにということで開発された商品がこちらです。コロギさんが手に持っていらっしゃる、はい、このスティック。初めて見ました、これ。そうなんですよ、実は今回の取材に合わせて四時時のために考案してくださったということなんです。新商品、これをこうしたんですか。そういうことです、食べやすくなりました。今週木曜10月3日販売スタートの新商品、一足先にどうぞ。いいんですか。はい、すごいです。私が最初の人ってことですよね。そういうことです。嬉しい。これまたいい音。いい音。サクサク感が伝わってくる、ザクザクに近いかな。あ、中からこうマロンのいい香りが出てきた、出てきた、おいしい。春巻きの皮で、ね、和栗の渋皮煮とアーモンド生地を包んで焼き上げている。春巻きだからこの食感、また食感が違うんですよ。パイじゃなくても合うんですね、おいしい。ワンハンドということでね、私のカウンターにもペンじゃなくて、おや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 、持ってる。私もスティックありますので、バトンいただきます。進行役なのに食べるんですか。手ごたしながら食べられる。美味しいですよね。このザクザクという食感が取れますね。この手軽さがいいです、ね、パクって。こぼれにくいので、ちょっと子供だったらこれをあげても許せるかな。また散らかしてって言わなくて済む。お出かけにもいいですよね、ピクニックに持ってたりとか。
なんかでも仕事せずに食べたくなりますね。進めて進めてちょっと進行したいと思います。まだまだ栗のスイーツご用意しております。続いてはこちらです。はい、こちらロッカさんにはフランス産のマロンペーストを使ったタルト、そしてコオロギさんにはファーブルトンというフランスブルターニュ地方の伝統菓子に和栗の甘露煮を入れたケーキとなっております。小松さんおすすめの食べ方は、うん、ガブッと大きな一口でということですので、結構厚みありますけどね、ボリュームたっぷり、重たいですよ、すごい。いきますか。 いきますね。かぶりつきますか。いったお、お大きい。んんどういうこと、どういうことなんか不思議な食感、プルンってしてる、トロンプルンなんですよ。カスタードがこう下の部分がもちもちとした食感ですよね、うんうん、スポンジでもないし、うん、プリンに近い、なんていう、初めて、美味しいそう、フランスでは家庭でもよく作られるポピュラーな人気のお菓子ということなんですけど、こう日本人の私たちにとってはちょっと初めての感覚ですよね。美味しい、栗もたくさん入ってる、はい、さあそしてロッカさんにはタルトもご用意しております。これも食べたい。オートンヌというのはフランス語で秋という意味です。秋感じてください。あー、いいな。うん、ザクザク、アーモンドのザクザクですか、その音は。そう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 、うん、ナッツの、ね、あの栗の風味とはナッツもいい仕事してますね。いや美味しい、より栗の甘さ引き立ちますよ、うんうん、秋ですね。そう、秋です春と生地にフランス産の、ね、マロンペーストも入れていて、うん、ダックワーズ生地にキャラメリゼしたナッツが入っているということで、食感いろんなザクザクを感じていただけるタルトになって、栗入れすぎだと思う、すごい心配になっちゃったもんね。すごい入ってるよ、本当に入ってる、ね、いつ食べてもずっと栗が入ってて、栗がちゃんと栗味わえますよね。美味しいものは心を満たされると思います、うん、今回ご紹介しました宮崎市小松台にあります小松フランス焼き菓子研究所は火曜と水曜が定休日となっています。明日明後日はお休みということです。商品は事前の予約がおすすめということで、うん、電話のみで受け付けていらっしゃいます。特に大人気のマロンパイは前日までの予約をおすすめしております。いや、これ以外 の並んでたスイーツもちょっといろいろと、ね、食べてみたい。ピスタチオも美味しい、ピスタチオも美味しいです、はい、食欲の秋、皆さんも本格のフランス菓子で楽しんでみてはいかがでしょうか。ここまで耳寄りのコーナーでした。